リテ、はい、ハート型がどっかにあるようだった。あ、本当。ハートの釣り手がある、ね、左上、もしかし、あ、本当だ、あった。あ、本当だ。ハートだ。色もこんなピンク色してるの。ハートの釣り手ね。普段入れないですけどね、こんなの。はい、はい、はい、どうぞ。どうぞ。まずどうやるんですか、まあ、最初は。こっちがブレーキで、こっちがアクセル、まあ、ノッチ、マスコンとか。で、これで前に動くか、後ろに動くかのスイッチ。なるほど、なるほど。で左足がデッドマンっていうので、運転手さんが意識を失った時などに3秒以上足が離れると自動的にブレーキがかかる。ということは常時踏んでいる。そうです、常時踏んでいないとブレーキがかかっちゃう。ああ、そういうことなんですか。で右足が、まあ、いわゆるタイフォンって呼ばれるもので、まあ、浅く踏むと電子音が鳴って、深く踏むと空気の威圧感があるファーンって音が。ああ、だから警笛を鳴らす、はい、そうです、警笛が右足今押すのいっちゃう。いや、なんないです。何をしてるんですね。ちょっとレイヤーと抜いてやって、はい、あ、エアで鳴らす。あ、ポッポッポンって。そうです、ラッパがよく見るとついてるんで。あ、なるほど。黄色の奥のやつが、これで一緒に、まあ、検査終わったばっかなんで多分すぐ分かると思います。これはワンマン用、ワンマン用に改造したもので、ここのマイクやら、ここのツーマンワンマンの切り替えやら。ツーマンの時もあり得るってことですね。まあツーマンもできますね。ああ、1100系はもう今ここにない。ちょっともう全部解体しちゃって、もう部品も今売られてるものぐらいしか残ってない。そうなんですか。あらららら。すいません。なんか、ちょっと車齢もなかなか50近くになっちゃう電車だから。ああ、そうかそうか。ちょっときつくなっちゃう。ああ、すいません。あれもともと西武から来たんですよね。そうです。違う型番でしたね、確か。はい、もしもし、今電話がかけない、今電車の中だ。うん、じゃあね、すいません。まあこれが速度計で、これがブレーキの圧力計で、赤いのが今電車の元に入っている空気で、これが減ってくるとコンプレッサーが作動してまた補充されるのを繰り返して。それは自動なんですか。はい、自動的に。あ、で常にこのどっかの範囲にこう、はい、いるような形、はい、なくなると自動的にブレーキがかかるようになって、まあ全て安全方向に。わかりました。へえ、一人で全部操作しなきゃまずいですよね、ワンマンですからね、大変ですよね。わかりました。今準備してます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、はい、どうぞ。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次の方どうぞ。ありがとうございました。